はい、こんにちは、勝間さんです。さあ、今日はこちら幼稚園10月号ということで、今回の付録はセブン銀行 ATM、これはしかも新型です。新型、過去に旧のね、古い旧型のセブン銀行の ATM 作って動画にしてますのでご覧ください。モーターユニット付き、中身は大体一緒だね。まあ本当新しくなったよって。あ、ちなみに今回のは新しいやつなんだけど、このこれが古いやつ、この絵のやつ、昔のやつで、コンビニセブンイレブンがメインだけど、まあ駅とかいろんなところにもあるんですが、基本的にはね、この古いのが多いんですけど、新しいのもね、もうすごい増えてってる。あ、ほら、ここに書いてあるよ、進化するセブン銀行 ATM、 第1世代が2001年から、第2世代が2005年から、第3世代が2010年からで、2019年から第4世代、これ今回の付録、前回作ったのはこの第3世代で、セブン銀行の ATM ってガチですごくて、他のね ATM に比べると処理速度がめちゃめちゃ早い。だからカード入れてすぐお取引できて、暗証番号も入力してすぐお金出てくる。他の ATM に比べると一番多分早いと思います。荷物置き場もあって、杖置きもあって、インターホンもあって、ドリンクホルダーもあって、電子マネーも読み取れて、運転免許証などを読み取るスキャナーがついてるって。新しいの言って、どういうこと？と思って。だから要は今ちょうどマイナンバーポイントって始まったけど、9月1日からそのマイナポイントみたいなのがセブン銀行の ATM でもなんか申請できるってことは、そういうだからマイナンバーカードとかなんか読み取れてあれするんじゃない？だからすごいんだよ本当に。まあセブン銀行 ATM ってセブン銀行だけでも株式上場してるぐらいだからね、ほんとすごい。あ、すごい、これね、前組んだ人はね分かる、このモーターユニットが新しくなってることに。これすごいよ。要は前のってこんな斜めってなかったの、ここ、こうウィーンっていって、多分こう降りてくるや、降りてくるのかな、確か多分そうなんだけど、すごい。今回お札はですね、なんか子供の絵になってますね。前回はなんか本当に偽物じゃなくて、なんか本物のお札みたいな感じだったんだけど、今回はなんか子供が、子役が、はい、でこれとこれね、3枚。さあ組んでいきましょう。これ気になる、着せ替え画面、スマートフォンで読み取ってくださいだって。本当だ、気になるからもう今やろう。なんだろうね、読み取れそうじゃない？あ、なんだと思う？わかんない。幼稚園ペイ、すご、残高1000、チャージ完了、この、これ、これに飛んだ、画面これだけペイペイみたいだね。面白いね。なんかセブン銀行のホームページに飛ぶとか、幼稚園のホームページに飛ぶとかじゃなくて、ここまでちゃんと遊べるシステムにするのはすごいよね、実際の機械を使って。さあ、じゃあ切り取って組んでいきます。テルルルルルルン、テルルンテルルンテルン、出来上がりました。まあちょっとあんま綺麗に撮れてなかったんですけど申し訳ないです。30分ぐらいかかったかな。ちょっとね、今回のは難しいです、すごく。なぜかというと、ちょっとこれまっすぐ取ってくれれば分かると思うんだけど、ここキュッてやってるの分かる？くびれてんの、あんまり分かんない。後ろから見たら分かると思う、ほら、あくびれてたり、うんうん、
こう湾曲してたり、うんうん、でこの仲間だけどなんかちょっとこう曲がってたりとかこういうとことかこういうのがねすごい難しい、入りづらいし結構だから今回の付録はかなり難しいですね。でかい、前のもこんなでかかったっけって感じ。まあ多分このぐらいだったと思う。家にある、博物館の方にある、もう一台昔のは。正直並べたいよね。でも今並べることはできません、四方八方ちゃんと ATM セブン銀行って分かるような ATM になっております。で画面の方こっち近く来て、非常用のボタンもちゃんとあって、カメラもあってミラーもあって、あとはここ押しボタンね、暗証番号とか押すボタンがあって、これほんとスキャナーになってんのよ。ほらほんとだ、撮れてる、うん、スキャナーカメラ細かいね、うん、でここが電子マネーが受けて、これが電話ができてお金が出てくるとこで、荷物置きとコーヒー置き、まあそんな感じかな。で横封筒ですね、封筒。へえ。これもでも本当にしっかりちゃんとできてる、本物みたい。すごいね。で画面の方はここありがとうございましたとかもこうやってここで本当だちょっと折って取り付けられます。すごいね。まあただまあ基本的にこの画面の方がいいかな。ではじゃあ実際に働いてもらいましょう。スイッチがあります、ここ、このテンキーの上。本当だ。これをやると、これ今どっちかな、お、はい、吸ってくれました、入金、はい、入金、はい、次5000入金します。これしかもね、サイズがね、ちゃんと全部違うの、犬種によって。ほら、わかる？ほんとだ。なのに、全犬種対応。で、どこ行ってるかっていうと、この上です。座れてる。で、今度じゃあ、はい、出勤したい、お金が欲しいですっていう時は、出勤。すごいね。はい、あ、2枚同時に出てきちゃった。あれ？上から入れるとね、それまで出てくるんだけど、あれあれあれ詰まってる、詰まってんな。そういう時は吸わせる。もういくらでも入るから。あ、あ、ちょっともうきつくなってる。出勤出勤。ああ、すごいすごい。あーあーあーああ、詰まってた詰まってた。ちょっと詰まっちゃってるな。これ詰まったとき困るよな、直せないからね。これを多分もうそこそこにしても出てこないんだけど、あ、できた、すごい出てきた。あと1枚入ってる、出てこない、あと1枚。ダメだな、使い方合ってるはずなんだけどな。お札を上から入れるって書いてある。うん、お札が出てくる。ああ、1枚ずつだって。でも1枚ずつやってんのにね、新しいバージョンになったのに、なんか付録はちょっとダビになってる気がする。本当に前の方がなんかここら辺はすごい良かった、取り出しやすいし入れやすいし、なんか、うん、ちょっと前の付録の方が好きだな。
てか多分ねもうね慣れてきちゃってる、うん、実際この大人向け付録に対して、うん、麻痺してきてる感覚が、あのもう公衆電話もそうだしメダルゲームもそうだし、なんかセブンティーンアイスもそうだけど、この幼稚園が作るもうすごすぎる付録に対して、もうだって去年かな、多分やったの、多分去年だと思うんだけど、すごい麻痺してきてる。で来月号はどうやらこのクレパスクレヨンのあの付録らしいんですけども、よくわかんないんだけどね、実際書けるわけじゃないんだけど、ああクレパスがバラバラに飛ぶってクレパスバランスゲームらしいよ。なんかまあ次は買わないかなこれは確かにだって余ってたもんね、うん、なんか発売日いつだ、9月1日か、昨日なんだ、ちょうど昨日買えたんだけどまだ全然あったもんね、うん、昔はこれ瞬殺だったの、即日完売、もう今は別にそんなこともなく普通に結構大量にあったもんね、うん、まあ書店探していただければ多分あるかと思います、ないところはないかもしれないけど、うん、まあ正直にこれは正直もう面白くないかな、なんかいや昔はなんかおおすげえなんか入って出るよみたいな感じだったけど、同じ内容だし、まあね、そうどこかのコンビニに寄付してあげたい、セブンイレブンにあこれもう僕使わないんであのセブン置いてくださいまあ、でもこれ本物のお金も確かできちゃう、まあ、サイズが同じだから紙なら何でもね吸ってくれる、ああダスッとした、あでもなんでこんな悪いんだろう、水がまっすぐ入れてんのに、なんか悪いよね、うん、ああもう今バグってるバグってる、ほらダメだ、今でもすごいことに気づいたよ、セブンカフェみたいなのマークとかおにぎりとか、本当だ、なんかサンドイッチとかもうセブンイレブンみたいな、うん、はい、なんかもう多分見て満足だと思います、皆さんも、俺ももう見て満足だった、多分もうほらこうなってきちゃうのよ、ちょっとダメだこれはダメ残念、次なんかもっと本当に遊べるやつがいいよね、メダルゲームってまだ遊べんじゃん、うん、遊べる系がいいよな、はい、幼稚園10月号、まあ、気になってほしい方はどうぞ、1180円です、それではまた明日。